後ろの装置なんかは、ギリギリで作業します。
まだ気が良くないんじゃないかと思われますが、これが一番作業効率が良くて安全に作業ができます。はい、バケットの上に乗りました。それで、上に持ち上げる準備が完了できました。電気バー挿入します。はい、電気バーを挿入します。これで、エンジンカーと後ろのバケット、これを電源します。乗り車の場合はですね、後ろ軸を立てたりしますけど、乗り車の場合はそれだけですね、電気バーを立てて、エンジンカーと一体にさせる感じを。ということで入ります。
でこんなの来てるのかな。何があるか。おはようございます。はい、バケットとリアタイヤ、これで時計になりました。ドリー開き格子入れます。今度はですね、このシーターや左右ついてますので、左右をまた内側のベルトで固定をしていきます。エアバルブ1を開き格子入れます。